じゃ全てが足りない、あなたでなくちゃいけない理由など見つからないけれど、あなたを奪うため生まれてきた気がするの、誰かを傷つけてしまうのはよくある、はい、あたし白鳥渚、歌うのが大好きな女の子、ただいま人気急上昇。でもね、あたしは男の子大鳥渚として学ラン来てるの。ほんと言っちゃうと、あたしは弟子のいない道場の跡取り娘だったりして、強い人欲しい。でもあたしアイドル楽じゃない。このかっこいい野坂くん、あたしの両思いの相手、でもダメ。あたしのパパと野坂くんのお父さんは変変、みんな変。でも癖になりそうな変な人たちに囲まれて、はにゃ。風とともに潰れた後編。セントジュリアナ学園の生徒は自分の価値もレベルもわからないような人たちではないはずです。目を覚ましなさい。いらない二人層、いらない顧問も、いらない二人層、いらない顧問も。目を覚ましてよく見るのは桃子さん、あなたです。オグロ、コグロ、我々のやり方でこれだけのスターが誕生しました。実力ではない、お金の力です。だが何の力であろうと、どんな形でスターになろうと、星は星、輝いて見えれば彼らはスター。違う、本当の輝きは本当の実力で輝くのよ。あなたの理想とする生徒がこの学園のどこにいますか。モモコいらない、理事長いらない、モモコいらない、理事長いらない、理事長。皆さん、この学校に何を期待してらっしゃるの。学校さえ行けばタレントになれる、お金を払ってそれを買ったつもりなの。そういうことなんですか。いらない、モモコいらない、理事長いらない、モモコいらない、理事長いらない、モモコ。みんな一体どうしちゃったんだと。俺はなんだかわからないけど、ものすごく頭にきてっぞ。野坂くん、ああ、みんなの目を覚ましてやろうか。熊吉、目を覚ましてやろう。うるさいぞ、言うことがあるなら一人ずつ言うぴゃん。恥ずかしくないのか、理事長たった一人を相手に。そうよ、大体お前らふざけてっぞ。本当のアイドルってのはな、どういう人のこと言うんで。今のは間違い、このブロマイドが目に入らねえか。これこそ実力ある本当のアイドル。おめえらボケやナスビが金の力でアイドルになられちゃ、渚ちゃんに申し訳が立たねえな。何をごちゃごちゃ言ってるか。お前らは一般教養コースだろうが、意見なんぞ聞きとんないわ。何？彼らは一般教養コースでもすごく優秀で、白鳥渚にだって負けない。桃子理事長、大事なことを忘れてますよ。この学校の生徒に限らず、誰だって白鳥渚ほどの実力があれば学校なんぞいらないということです。実力があるなら自分で努力してアイドルを目指すでしょう、あなたのようにね。そんなあなたや白鳥渚と生徒たちを比較できますか。桃子理事長、どうして白鳥渚と。
学校の生徒。比較にならない、一緒にならない。比較になるのは、この学校で白鳥渚に対抗できるのは桃子プリシラ、そう、私しかいない。そして私の実力は学校で身につけたものではない、血の滲むような私自身の日々の練習。実力も結構ですが、この学校はどんなことであれ芸能人になりたい人のためにある。誰もが白鳥渚やあなたのようになれるわけではないのですよ。白鳥渚と一緒にするな、桃子プリシアと一緒にするな。我々が望むのは普通の人がなれるアイドルだ。誰もがなれるアイドルだ。誰もがなれるスターよ。楽になれるスターだわ。お金で買えるスターの座だ。一緒にするな、一緒にするな、白鳥渚と一緒にするな、一緒にするな、一緒にするな、白鳥渚と一緒にするな。確かに我が校の生徒は白鳥渚や私を求めるのは無理。そうなんだ。気がついたよ、あなたが人を教えるなんて100年早い。一緒にするな、一緒にするな、白鳥渚と一緒にするな、一緒にするな。わかりました。セントジュリアナ学園は今日、今、この時をもって閉鎖します。あなたたちがこの学園に支払ったお金は全てお返しします。それをもってお家にお帰りなさい。帰るもんか。俺たちはこのまま芸能人になるんだ。そうだ、金なんかいらない。このままスターに、アイドルに。出て行くのはあなたよ。そうよ、出て行きなさい。出てけ桃子。出てけ、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 出てけ。もはや十分にお分かりですね。あなたの学校はもうあなたのものではない。生徒と私たちの学校なんです、桃子理事長。あなたにはやめていただきます。桃子様、桃子様、私は。おやおや、あんたも辞めたいわけですか。ゴールド、あなたにまで迷惑はかけられないわ。迷惑なんて。ゴールド芝浦さん、いろいろお世話になりました。桃子様、桃子ちゃんは。桃子理事長。桃子理事長。ご報告申し上げます。すべておっしゃる通りに運んでおります。セントジュリアナ学園は我々のもの。この芸能学校を基地として日本の芸能界を必ずや我が赤いカブトムシの手に。桃子、誰、あなたは。別れた時、お前はまだ1歳にもなっていなかった。美しく育ってくれたね。パパ、パパなのね。桃子、私に何かできることはないかね。学園のことね、ごめんなさい。私は
パパの夢、パパとママの夢を。それはまだ決まったわけじゃない。パパ。そうだろ。君が叶えようとしているのはもはや私の夢でも、私とママの夢でもない、君の夢だ。パパ。よしよし。気がついたね。よかった。ここはどこの宮殿？宮殿つってもベルサイユほど広くはないけどな。角団地だって倒れちゃった桃子さんの家誰も知らなかったし。俺のアパート狭いし。え、広くてもダメ？まあ俺んちだったら 168DK、 空いてる部屋が123ぐらいはあるから、好きなのを使ってくれていいかんね。ごめんなさい、心配かけてしまったのね。桃子プリシラ様、お客様でございます。あ、私に？はい。皆さん、ご内密に願います。あの、名前は聞かないでおくんなまし。私は名もない裏切り者です。黙ってこれを受け取っておくんなまし。ゴールド、お邪魔しました。これはセントジュリアナ学園の家計簿だぴょん。大グーロ小グーロが生徒から集めたお金はこれだけぴょん。生徒がタレントになるために使ったお金はこれだけぴょん。こりゃずいぶん余ってるぴょん。生徒が芸能界で稼いだお金はこれだけぴょん。生徒に払ったギャラはこれだけぴょん。これは残りは大グーロ小グーロのお小遣いだぴょん。あちゃー、つまみ食い。へそくりくりくり。つまみ食いどころか、これじゃ大ぐらいだ。大ピンハネですね。税金大変だ。だ。なんてことを、うちの学園を出しにして。許せない。桃子さん。大丈夫。どうして？頭に血が上りすぎて気絶したんだよ。俺にはよくあることさ。噴火しねえと頭に血が回って危険だが、噴火したら大丈夫。聞き直る。はにゃ。ついでに角田財閥の銀行ネットで調べたが、どこの銀行にも校長たちの儲けたお金は貯金されてねえ。ってことは、人影なしと、こんなもんであって、おかしい。俺の分析によるとこの辺り一面赤外線警報装置が張り巡らされてるはずなんだが。角田、何やってんの。早く来いよ。え、ああ、こんなことして、いや、こんなことしても、こんなことしてもって、こんなことして、いやー、なんでならんの。隠し金庫は棚のタヌキの置物の頭を押してね、謎の忍者ゴールド。これだな。あー、そんなに簡単に。すごいよ。ひゃん、ワクワクぴょん。待て、おとり、ここにも警報装置が。はにゃ、なんでなの。お前の言うこと当てになんないな。いやーなー、こんなにいっぱい。これみんな生徒の入学金と稼がせたギャラ。許すわけにはいかないぜ。ねえ親分。悔しい、俺の1日分の小遣いより多い。あら親分。そりゃ火災報知器、俺ってドジ。セ
レントジュリアの防衛隊出動。怪しい者はのみ一匹通すな。野坂くん、オーライ。はにゃお？なぎさピーカ！野坂ピーカ！どうやら大宮楼と小宮楼は我々に黙ってお金をつまみ食いしているようです。処分しますか？処分はいつでもできます。桃子さんがどうするか楽しみだわ。そう、証拠は見届けたのね。ありがとう。俺さえドジを踏まなきゃ。噴火に火事はつきものですわ。桃子様、お客様です。どうなった？桃子様、寂しかったです。神岡、神岡、あなたハリウッドは？ミュージカルはどうしたの？あんな芝居はもともとなかったんです。なかった？舞台の上の卵の中で待機しろと言われたから、じっと我慢の3日間。あんまり暑くてたまらず卵から顔を出せば、そこはとあるハンバーガー屋の目玉焼きの看板の上。うわあ、あっ、みんな大宮楼小宮楼の仕組んだことだったんです。あの二人が？あの二人が学校から桃子様を切り離すために。大宮楼小宮楼、あいつら許せない。俺も久しぶりに怒ったぜ。落ち着け、今度の噴火は大きいぞ。落ち着いて、落ち着いて。二度も同じギャグをやるのは見苦しいわ。今の私ならあなたを誘う。見にくいアヒルコ、昨日の悪夢。私はいない。今日の私なら怖いものなし。私は唇であなたに茨巻きつけて、私裏で遠慮せず、これが私よ。 Touch me、 ハグに髪後ろ向く少女は捨てた。今の私なら誰にも負けぬ。私の今をよく見て触れて。みんなありがとう。でもどんなに敵が多くても、これは私の戦い。お命いただきます。俺を忘れるな。パワーアップした渚バードの威力見せてやる。パワー全開。あら、行き過ぎだ。こりゃ、モダルピョン。パワーアップ渚バードは全身あるのみ、退却はないピョン。バックはダメ。渚は前向きだぴょん。なぎさちゃん、はにゃ、気を取り直していきます。いくぴょん。桃子一派目、いつも大事にしてくれる。なんだ？ガスケツピヨン、燃料切れピヨン。もう、で、あの、どうなるの？もちろん、落ちるだけピヨン。お命ちょうだい。
っしゃ。ラジャンション。こにゃん。一周して戻っちゃったのね。お前な、私の戦い、アニャー。ああ、私たちのお金が。風と共に去るのはお前たちだ。お久しぶりのヒリダブルカミナリ落とし。これで締めとかないとね、野坂くん。うん。ロマンジョーだ。なあ、成り行きとはいえ、セントジュリアナ学園乗っ取り計画はこうなってしまいました。喜んでいらっしゃるのですか。これからもっと楽しくなるわ。とにかく学園は取り戻したけど、これからどうなるピョン。ジョー癖になりそう。本当に学園潰れちゃいましたね。でも廃墟に流れる歌がある。私歌います。リンゴの歌じゃなくて、次回ピーターパンシンドローム。なんだか桃子さん歌が癖になってますね。癖にならなきゃ癖になりそうじゃない。もともと乗りすぎの人を超乗せてしまったんですね。怖いぞ。最終回が近いのかな。ますます怖いぞ。ふふふのふ